私が思うカリフォルニアに来る理由とその後の人生がどうなるかということについて私はアメリカに来て24年が経とうとしますだけどやっぱり日本が恋しい やっぱり、他それぞれだと思うけども、私はこの24年間アメリカに住んできて、やっぱり日本のいいところがいっぱいある。カリフォルニアがゴールと思っていたけど、だけどゴールではない。新しいチャレンジの 地ということですね、やっぱり、うん。ここがあなたの最終目的であるというのは本当に考えにくい。やっぱり100%アメリカに、違う、100%日本から来たっていうことで 本当に日本のことを忘れられるのか、本当に100%アメリカに馴染んでいけるのか、やっぱりアメリカに来て思うことは、本当に激しい、驚くような場面もある。 そのことです。